フジエヌ・ラミは、フランスの画家、版画家、イラストレーターである。同時代の出来事を描いた絵画を残し、雑誌、ジルブラスの挿絵や、マノン・レスコーのような書籍の挿絵も描いた。パリで生まれた。オラース・ベルネに学んだ後、1817年から、エコール・デ・ボザールで、アントワーヌ・ジャングロに学んだ。画家のテオドール・ジェリコーと知り合い、グロの下で学んでいた、イギリスの画家、 リチャード・パークス・ボニントンからは水彩画の技術を学んだ。版画家として活動を始じめ、1819年から1921年の間にスペインの兵士の軍装やフランス陸軍の制服を描いた一連の版画集を出版した。これらの版画集は王族の注目を引き、国王ルイ・フィリップがベルサイユ宮殿に設けた戦いの間に飾られる軍事に関する絵画の 注文を受けた。その後も、同時代の出来事やそれほど遠くない歴史的な出来事がテーマの作品を描いた。王族やブルジョワジーの生活を描く風俗画に展示、この頃から水彩画をもっぱら描くようになった。1844年に、オマール公やオルレアン公の屋敷の装飾画を描いた。ジェームス・ド・ロスチャイルド男爵のフェリエール・ザンブルの屋敷の装飾を1859年に、 完成し、ブローニュイコールビアンクールの屋敷の装飾を1861年に完成した。ありがとうございます。